マリーナ・クニャフスキー。続いての演技者はアメリカのマリナ・クニャフスキーです。持ち点が 9.60。 この人もすっかりおなじみになりましたですね。そうですね、見るたびに上手になりますね、ちょっと以前に比べると体がまた大きくなっているように見えますけれども、このアメリカにですね、ブルガリアのアネリア・ラレンコバという選手ご存知だと思いますけれども、その選手がこのコーチをしているらしいんですけど、また構成内容が非常に構成内容がですね、非常に独創性が出てきたといいますか、ブルガリア的の中に、アメリカのこう伸び伸びしたといいますかね、非常にいいものだけを伸ばしてもらっているようでいいと思いますよ。昨日はよくできたんですけどね。韓国の選手などもソウルオリンピックに向けてアメリカにね、体操留学をしてますし、そうですね、そういった国際交流もかなり盛んになってまいりましたね、伴奏音楽も随分変わってきましたよね、このクニャフスキーはドラマという曲に乗って今待っています。本当に表現が豊かな選手ですから、もっともっと伸びると思いますよ。クニャフスキーの演技をご覧いただきました。いかがでしたか。日本の選手の場合、この太鼓ドラマの音楽に合わせてですね、これだけ乗り切れるかなというのがちょっと難しいところですけども、非常にこの感覚がいいといいますか、感受性の強い曲を十分にこう使いこなしてますね。後半の盛り上がりなんかとてもいいですね。今のスローは前転2回でキャッチです。この頃この回転というのも非常に高く評価されてきておりますので、ピボットの練習もたくさんしなきゃいけませんね。多少荒削りのとこありますけども、こうテレビで見るのと生で見るとちょっと違うと思いますけどもね、非常に生で見るとですね、迫力があるんですよね。とにかくダイナミックな演技とその明るさが ね、この人の持ち味ですからね、9.575 という得点が出ました。やっぱりクニャフスキーは 19.175 です。左側が持ち点、右側が今日の得点です。